今日もですねレッスンしたいと思うんですけども、いつもいつもペラ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 喋って、ちょっと、まあ、集中してるんですけど、なんかちょっと気が散漫になってるとこが多いなと。ちょっとフライパン温の傾け方とかそういうものをもうちょっと取得しないといけないと思ってます。今日はコンロの方は、まあ、カメラ持っていかないで濡れ布巾の上のところにカメラはセットしておきますので、そこから、私のそのね今日のオムレツ具合を皆さんにご覧いただきたいと思います。ということで応援しておいてください。今までになく集中して次につながる、次でオムライスリベンジっていうことをやってみたいと思います。今日の結果次第で次チキンライスの上に乗っけるかどうかっていうのをちょっと、それぐらいの気合を入れてやらないとダラ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 やっててはいけませんので頑張ります。じゃあ応援してください。バターを溶かしております。ピューちゃん応援しててくださいよ。よし、これよ、いい感じか。よし、いくぞ。今卵インしました。火がいつも弱いのかな。なんか今日でもミルクが多かった気がする。この間少なくて今こんななってます。寄せてもういいかな。ちょっとじゃあ皆さんやります。ちょっとごめん。ちょっとまだ柔らかいか、こうしよう。そうそう、こうして、そうそう、これでいいんだ。それでこれをこっちひっくり返すのどうしたいの。これをちょっと重い、ちょっと大きな、これも大丈夫なやつだから、これでひっくり返したい。ふわとろにはなってるよ今のところ。難しいな。これをこう返したい、こう返したい、そうそう、こう返したい。こうしたい、そう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 。ちょっとこれじゃあれだから火少しかけます。どうだろう。あー難しいな。形がこっちがこうなって、どうなんだろうこれって。皆さんどう思います？微妙なんだけど固まっちゃいないの。後ろは固まってはいないけど、待ってよ、丸くなりすぎちゃっていいのかな。下をもうちょっと焼きたいんだけど滑っちゃうんだよね。今度逆にこうしたいんだよね、こうしたいの。ちょっとこれで焼きます。頼むよ。じゃあもう皆さん、いや、やめます。これでちょっと流し込みます。なんかバナナみたいになってるけど、でもトロってはなってるよ、トロってなってるよ、トロってなってます。よしよしよし、トロっとはなってる、トロっとはなってます。ちょっとここがあれだけど、じゃあ皆さん、じゃあピオちゃん行きますよ。ピオちゃん行きますよ。はい、ギャラリー、今日こそ次がねオムライス作りたいんだよね。じゃあ皆さん今日ボル5うまくいくか見守っててください。いきまーす。じゃんじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃん、なんで激励の人だよ。じゃんじゃんじゃらんじゃん、オープン。あ、悪くない、悪くないけどトロトロではない。これこのちょっと置いてる間にちょっとね火が入ってきちゃうんだよね。でもこれいけると思います。今の形はチキンライスに乗っけたら乗っかるのかって話だよね。ちょっとこの辺はまあ厚く、硬くなって、硬くっていうかちょっと厚みが出ちゃって、もうちょっと薄く焼けれたらよかったんだけど、皆さんこれリベンジどうでしょうね。オムライスピオちゃんどう思う？次オムライスリベンジしてみてもいいかな。いいんじゃない？なんて？いいんじゃない？そうか。じゃあ一か八か次リベンジ、リベンジオムライス、チキンライス作った上に乗っけてやってみるね。じゃあメッセージ
どうだったっけな、ん漢字ですけどね、えどうだったっけな、あらどうだったっけな、あれ漢字忘れちゃった。はい、魂読めますか。魂のオムライスできました。読めないね今日どうしようかな、4.8 ぐらいなんだけど、四捨五入して5。 あと泣くんだ。じゃあ、これで次回はちょっと一度リベンジオムライスしてみたいと思います。いいかなピオちゃん、頑張れ。よし、はい、今日は執念のオムライス作り5回目となります。今日はカメラね、あっちにちょっとコンロの方に持っていかないで、まあ、集中してそこだけを一点見つめてやったので、また落ちそう危ない危ない気が散漫しなかったところは良かったと思います。賛否両論あると思うんですけど、再チャレンジいよいよしてみたいと思います。うまくいきますように皆さん見守っていていってください、見守っていてください。ということで、じゃあ今日もまたオムレツ食べちゃうよー。